クリストファー・クリガー・ヘスタットは、ノルウェー・クリスチャンさん出身の元プロサッカー選手。元ノルウェー代表。現役時代のポジションは、ミッドフィールダー。地元クラブの IK スタルトで、プロデビュー。2006年8月、マンチェスター・ユナイテッドをはじめイングランドの、複数クラブが興味を示していると報じられた。2006年12月、ウィガン・アスレティック FC に6ヶ月間の契約で、 レンタル移籍することが発表された。2007年1月のチェルシー FC 戦で加入後初出場を果たしたが、4月に双方合意の上で契約を解除した。リーグ戦での出場は2試合に止まった。2008年1月、ボレレンがフォトバルに移籍。2014年7月、現役引退を表明。各年代でノルウェー代表に選出されており、2002年には、 クリスティアン・グリンハイム、ルネア・ステーンらと共に UEFAU-19 欧州選手権に参加した。2005年5月のコスタリカ戦で A 代表初キャップ。2007年6月の UEFAU ロ2008予選、マルタ戦で初ゴール。ありがとうございます。